キャサリンとカズナが。キャサリン畑だ。うん。あ、ごめんなさい。最近原付で6時間走りました。何時です。引っ越しで文字からちょっと走ってきたんです。あ、文字から走ってきたんだ、はい。最近原付に乗ってなさすぎてエンジンがかからなくなりました。川戸です。バッテリーが上がっちゃって。大阪長崎車で往復したんで。あ、そうなんですか。うん、大変だった、うん、感謝です。今日はみんな大好き、みんな大好きパセリ、みんな大好きパセリ。パウルどうだったかな、去年やったけど、うん、パウル、あ、無理でしたっけ。うん、あんま覚えてないけど、園内はそこまででもなかったと思う、確か。あ、でしたかね。うん、じゃあ、パセリやってみキャサリンに、うん、キャサリンむっちゃ来てるよ。全部ですか、キャサリン。まあ、後で多分防火的に来るんで。あ、はい、うん、そうね、どうしたらダメだよ、大丈夫。あ、はい、かわいい。あ、おいしい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 、うん、もう一回あげる？もう一回あげよう。あ、全然。はい、今日も楽しいから。美味しいね。美味しい。やっぱ目の輝きが違いますよね。そう、気のせいですか。なんかキャベツとか食べてるよりはすごい目をキラキラしてる。今日はそこにいる、そこにいるんだ。お、可愛いじゃん、可愛いじゃん、可愛いね。誰だろう。これはパセリですかね。うん、あげてみようか。はい。いきますか。パセリでーす。はい、どうぞ。おっとっとっと。あ、でも最近。おっ、なんか、すいません。でも食べてるね。あ、でも可愛いっすね。うん。めっちゃ可愛い。顔斜めだし。あ、でも、うんうん、食べてる食べてる。さすが。うん。信じられ、編集の信じられ。うん、うん、大体食べた。もういないの今日。ここにいた。あ、ここに入った。ダメかな、どうだろう。ちょっと入れてみる。帰るよ。キャサリンが、キャサリンとコズナが、あ、来た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 出てきたが、キャサリン取られる。ちょっと、可愛いな、可愛い可愛い、パセリ畑にいるみたいな。できそうだ。食べてるね、食べて食べてますね。そんななんか、近くにあるやつ食べればいいのに、美味しそうなのから食べてるんですか。もういいの？あれ？眠たいんでしょ？だけどね。いいんだ、あなた。お腹いっぱいですかね？もういいのか。もういいみたいです。猿にやってみる？猿食べんよね？食べんよね？サワサワ。サワサワ。黄緑をするんだ。梅？これ梅です。梅。これパセリって言うんだよ。梅、梅、梅、梅。まあまあまあ、いらんよね。いらんよね、サルはね。いらない。あ、キャサリンは帰った。すごいな、キャサリンは帰った。いらない。いらないんだ。え、いらないの？いらないんだ。あ、ぐしぐし。ああ。違うんだ。珍しいね。甘えたいのかね。まだ3日目ですけどね。あ、すいません。ルールを覚えられるように頑張っていただいております。いつか多分個体識別を取りますよって昨日言ったところです。あ、真ん中に置いてみますか。これもなんかいっぱいいっぱい真ん中にこうお手手を置く感じで。パセリ畑だ。おなんかブロッコリーみたいな。いっぱい来たよ。やったいっぱい来たよ。やっぱ好きだね。好きですね。良さそうです。可愛い。下のモルが可愛いですね。こっちすごいね。すごいパセリの匂いがすごい。すごいですよね。手めっちゃパセリ臭いんですよ。臭いって言っちゃう。あ、すごい。パセリの香りが。美味しい。
スコムが絶対入れない。スコム頑張れ、こっち来るか。確かビタミン C 豊富じゃなかったかな。なんか体に良さそうだよね。ご飯で食べないとな。モルモットにぴったり。あ、いいや、こっちこっちこっち、どうぞどうぞ。頑張って。スコム。頑張れ、あ、開いた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 、チャンス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 、頑張れ。チャンス。頑張れ。負けた。負けた。シストのおけつに。結局ダメだった。マリトッツがもう乗ってますよね。乗って食べてる。あ、これマリトッツ。手前マリトッツ。へぇ。これ慣れた、見えない。こんがりか。こんがりの顔かわいい。あ、かわいい。かわいいね。食べてる、食べてる。はい、ちょ。レイちゃん。レイちゃん食べたい。レイちゃん。レイちゃん食べんよね。失礼します。いかがですか。はいはい。あ、美味しい。やっぱそうすると大体食べるね。良さそう。普通に口に何でもない。美味しい。そこまで来た。来た来た食べる？コースの食べたら食べれるかですか。違うんだ。食べないのか。ごめんなさい。ごめんなさい。取られた。美味しい。あれ？こっちがいい。じゃあみんなで一緒に食べたいの？これは一緒に食べたいのか？あ？もうちょっと欲しい。え？何が食べた？何がいいんだろう。あ、持ってた。よくわかんないけど。なんか持ってた。ああ、スニーカーで食べてる。結構奈良人気があるんです。あ、そうなんだ。なんか可愛い奈良が色が薄くてちょっと可愛い顔してる感じが。センチも大きくた。センチも大きくた。じゃあどうですか。センチのやつあるの。はい、あれ他に挟まってるじゃないですか。今ピーちゃん子供の背中に一旦着地しました。ピーちゃんそこにいたの。ピーちゃん飛んできたの。小園の背中でバウンドしてる。へぇ、ピーちゃんここ行ったの。はい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 。そんなでもないね。うん、ちょこっと食べたけど持ってって。あれここまででもない。うん、あ、今裏ね。はい。あー、めんちゃん、めんちゃんやら濡れてんねん。最強シャンプーしかない。なんでそんな濡れてんの。なんでそんな濡れてんの。シャンプーしてるね、めんちゃん今日。で、こっちも行く。座り。はい。はい。おー。お料理いいんですこと。ん？パセリです。あれ？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 いや、一緒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 。一緒一緒。こっちが欲しい。こっちは食べる。食べない。食べないの？食べないの。あ、食べた。え、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 ダメ。あ、あ、あんま好きじゃないんだ。うん？さつきちゃんは？やっぱ美味しくない。わって。なんで今日はこんなあんまり好きじゃないの？なんかちぎって。ああ、ああ、小さくちぎってちょっと味見してんのかな。響いてないかもしれない。あんまり好きじゃないのかな。パセリダメ？めいちゃん。パセリです。パセリです。いらない。この調子だときなこもなんかちぎってベベベしそうな感じはあります。いや、ヤコは行くでしょう。ヤコは行くと思うけど。うん。あるよ。
待てよ。え、待ってない。ね、しかもさ、ちぎって終わりじゃん。ちぎって終わりかよ。あー、きなこ食べないんだ。食べてないよね。食べないの。食べてない。あ、そうか。去年も食べなかったっけ。ね。パスよ。パス。ひなこ。ひなこ。痛い。出してるよね。だいたい出してるよね。これ。ひなかすならあげないよ。久しぶりじゃないですか。いいよ、近いよ。パセリはあんま好きじゃないのね。パセリは葉っぱすぎる。うん。あんまり好きじゃなかったのはヤギと犬、キラと犬か、まあ、犬が食べないのはまあ葉っぱっぽいからかなと思うんですけど、うん、デブーがあんまり食べなかったのはなんでかなって。そうね、食べなかったんだ。まあ、センチの好みかもしれないですけど、まあ、意外と苦い食べ物も好み分かれるんだなって思いました、うん、そうね。ゆきずるいけます？こんにちは。え？ひーちゃん結論いいか。結論何それ何から覚えてたの。多分パワーのアレンジだと思ってさ、パワー笑ってる。受けてる。まあでもパセリはビタミンの塊っていうか、栄養野菜としてはいいので、ご家庭で動物飼われてる方もたまにだったらあげるぐらいはいいかなと思いますね。 B ちゃんの結論良かったなと思った方、グッドボタン。パセリがなんでヤギとデグと犬に不人気だったか、こうなんじゃないの考察コメント。パセリバンバン食べれる方はチャンネル登録。問答不要です。食べれる方はもう動画見なくてもチャンネル登録。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイパセリ。ダメだ、今日は何も思いつかないぞ。ハロカさんお手本でした。俺 YouTube 最近見てないの。パセリ？パセリ。もう笑われた。チョキピリー。チョキピリになっちゃう。やっほー。なんか調べようかな。こんにちは。こんにちは。すごい。え？知らない声出してる。ひーちゃん？ひーちゃん。はい、ピーちゃん、かわいい。おい、ピー。おい、ピーか。ダメだ。アクション。